はい、ネットメスアナリスト横田修林です。今日はですね、大体月初めに恒例で取っている楽天市場の出店数についてですね、また今月の数字が出てましたので、紹介したいと思います。ではこちらご覧ください。はい、今回ですね、5月の8日ということで連休もあったので少し発表が遅くなりましたけど、5月8日に今月分が発表になりました。それによりますと、4664という数字になっていまして、この右側に出てますように、先月が4541でしたので、なんとですね、123店舗増えて、何ヶ月ぶりですか、昨年の10月以来2、4、6ヶ月ぶり、半年ぶりに、増加に転じたということになってるんですけど、ただし4664になったといっても、まだまだですね、この2013年の12月2日4936、ここから減少が始まってきたんですが、この数字までは戻ってないと、2年前の数字ではまだ戻ってないという現状なんですけど、今回ちょっと頑張りました。まあどういう理由かは分かりませんが、昨年の5月はマイナスになっているのに、今回プラスなんですけど、まあ今回ですね、決算もありましたし、ちょっとね、頑張ったかもしれません。営業がね、っていう感じです。で、これを決算の数字で見ると、こんな感じになっています。はい、決算の発表では、第一四半期ということで、3月の数字までしか出ていないんですけど、3月の数字で、41568ということで、12月よりはやっぱりですね、120ぐらい戻したよっていうですね、発表で、まあ終わってるわけですね。果たしてですね、ここからどうなっていくんでしょうかね。ちょっと心配な要素もありまして、昨年の第一四半期の売り上げを今年の第一四半期では初めて下回ったというデータが出ました。で、売上ですね。これは出店数じゃなくて売上なんですね。で、下回った。で、今までは楽天ってその3ヶ月おきに決算を発表してるんですけど、どうしてもですね、年末の売上が上がるんですね。年末は楽天セールもあったりとかして、あと、いわゆるクリスマスとかですね、お歳暮とかっていうので、一番売り上げが上がるんですけど、なので3月ごとで見ると波があるんですね、毎年。波があって、なので、3ヶ月ごとで見たら波になってるんですけど、ただ去年の同じ時期と比べた場合は、必ずプラスになっていたのが、今回初めてマイナスになったと。いうことですね。ちょっと心配な感じですけど、またね、定点観測していきたいと思います。はい、ということで今日は、楽天市場の出店数5月分を発表いたしました。ネットベースアナリスト横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。